こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではグリーンレベルの夏のセールはこの7点だけ買えばいいというテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。はい、気づけばですね、セールシーズンに突入したわけなんですが、まあ、従来であれば結構ですね、7月の1日からもう一斉にセールが始まるようなイメージってあると思うんですよね。ですが今年はですね、割とこうぬるっと始まったという感じで、まあ、明確に7月1日からスタートしているところってそんなに多くはなくて、まあ、プレセールをやっていたりだとか、なんかこう会員さん限定のセールをやりながら緩やかにですね、セールが始まってというところが割と多いのかなというふうに思っています。その点ではですね、まあ、セールの商品皆さんにどんどんご紹介したかったんですが、意外とですね、各社足並みが揃わなかったのでちょっと後倒しになってしまったんですが、まあ、今回の動画では僕の動画の中でも結構常連的な存在であるグリーンレーベルの商品の中から、まあ、これは間違いないよというものをですね、7点に限定して皆さんにですね、お届けをしてみたいなというふうに思っています。まあ、どれもですね、今年だけじゃなくて、まあ、来年ですとか再来年ぐらいのですね、中長期的に見た時にでも活躍するものばかりなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今後の参考にしていただくだとか、気になったものはウェブでチェックしてみたりだとか、あとはウェブにですね、もう在庫がない場合も意外と店舗に行くとまだまだサイズがあったりするので、まあ、店員さんにですね、聞きながら在庫を確認していただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にグリーンレーベルのセールのアイテムの中からおすすめのものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目、こちらはですね、クリアキューバシャツオープンカラーということで、金額は6160円 30% オフになっています。まあ、これはですね、清涼感があってすごく使い勝手がいいような半袖シャツになってるんですね。まあ、色に関してはですね、ライトブルーとライトグレーの2色あるんですが、個人的にはライトブルー一択、これがめちゃくちゃいいなと思います。まあ、夏らしい清涼感があって爽やかに見えるブルーシャツっていうのは、まあ、第三者から見た時にもですね、すごく好印象なんですね。まあ、先日僕とグリーンレベルさんとのコラボレーションで半袖シャツを作ったと思うんですが、やっぱりブルーが人気で早い段階で売り切れてしまったんですね。まあ、こちらのシャツもすごく良くて、まあ、個人的にどこが気になっているのかというとですね、こちらキューバシャツになっていまして、シンプルなブルーのシャツというだけではなくて、まずは胸ポケットが左右対称についているというところ、そしてキューバシャツ特有のプリーツがですね、施されているので、デザイン的には少しエッジが効いているんですが、まあ、キューバシャツの中でも割とですね、デザイン的にはあまり過敏になりすぎないようなシンプルさというところをちゃんと押さえてあるので、これだったら大人の男性には使いやすいと思いますね。しかも通常のですね、オープンカラーシャツはもうすでに持っているという方は少しエッジを効かせたいかなと思うんですね。僕もそれは同じで、その点このキューバシャツというアプローチというのはすごく使い勝手がいいかなと思いますね。まあ、通常のオープンカラーシャツ持ってる方、ぜひお試しいただきたいなと思ってまして、これからの季節だったら短パンで合わせてもいいですし、僕がよくおすすめするようなブラック系のイージーパンツで合わせてもいいですし、まあ、様々な着方ができるので、このですね、ライトブルーのキューバシャツは在庫残ってるのはすごくもったいないので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。現段階では S から L までちゃんと在庫がありまして、ちょっと XL は在庫がなしとなっていますが、まあ、オンラインで在庫がない場合はですね、ぜひ店頭でサイズがあるかどうかも確認してみてください。意外とですね、オンラインの方が早く売り切れてしまうことが少なくないので、そういう場合はお店で訪ねてみるとですね、意外とゲットできる可能性があるので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、フェイクレイヤードクルーネックショートスリーブカットソーということでね、これがですね、5500円だったものが 30% オフで3850円ということでね、これまたですね、使い勝手がいいような、もう今ですよね、ジャストで今使えるようなアイテムになってるかなと思います。まあ、ベースはですね、すごくシンプルなポケット付きの T シャツになっているんですね。無地 T シャツって僕の動画の中でも結構取り扱っていますが、まあ、どうしてもこう
シンプルになりすぎてしまうので、悪くはないんだけどもちょっと地味かなと思うことが少なくないんですが、その点こちらの T シャツはまずはポケットがついているということで、デザイン的には少しアクセントが加わっているというところ、ここがねすごくバランスがいいなというのと、あともう一つ見逃せないポイントがありまして、これフェイクレイヤードという名前になっているんですが、重ね着をしているかのように襟元だとか、あとは裾の部分からちょっとですね、下に着ている T シャツだとかタンクトップが覗くような、そんなデザインになってるんですね。これ正確に言うと重ね着をしているように見えるようにですね、フェイクでこのような加工がしてあるんですが、そのおかげでわざわざ重ね着をしなくてもレイヤードをしているように見えるというところが、なかなか面白いアプローチかなと思います。まあ今時期だとですね、なかなか重ね着も厚かったりするので、レイヤードのスタイルっていうのはかっこいいんだけども、なかなか現実味が湧かないよねというところで、まあ、このような最初からですねレイヤード風に見せるというところはすごくアプローチとしては面白いのかなと思っています。まあ、カラー展開はですねいくつかありまして、ロイヤルブルーだとかホワイトだとか、あとはベージュなんかがあるんですが、個人的にはですね、まあ、せっかくセール価格になっているところでいつもと違った選択肢もありかなと思うので、本当に土定番のホワイトではなくてベージュがなんか雰囲気がいいのかなと思いますね。まあ、このようなちょっと明るめのカラーをですねブラックのパンツとかネイビーのパンツと合わせるのはかなりバランスがいいかなと思うんですね。あとはダークグレーのボトムスなんかにも合うので、意外とですねこのようなベージュみたいな T シャツを着ることで人との違いも出しやすいかなと思うので、まあ、ぜひこちらベージュをチェックしていただきたいなと思います。あとはですねちょっと在庫が怪しいんですが、ロイヤルですね、ちょっと今現状では S しか在庫がないんですが、このカラーもめちゃくちゃ色が綺麗なので、この2色をぜひチェックをしていただきたいなと思います。夏の着こなし、ついついですねシンプルになりがちな問題を1枚で解決してくれるというところで、このレイヤード風のポケティはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですねジャケットをご紹介したいなと思ってるんですが、フリーリッチジャケット帽子はストレッチということで、金額がですね 15,400円が 40% オフ、これでかいですよね。9240円になっています。でカラーがですねブラックとダークグレーの2色がありまして、個人的に一押しなのはダークグレーですね。これはですね僕にとってはちょっと思い入れのある商品で、なぜかというとですね、実は動画の中ではですね言ってなかったんですが、先日ですね日テレさんのですねヒルナンデスという番組に出演させていただいたんですね。そこでビフォーアフターということで、パパをですね素敵に変身させるみたいな企画をやらせていただきました。その中で、実際に着ていただいたアイテムがまさにこちらのジャケット、あとはボトムスも含めてセットアップでご提案させていただいたわけなんですね。これねすごく良かったです。で対象だった方がですね結構肉体的にはですねマッチョだったんですね。胸板が厚くてがっちりめだったので、そうなると結構ジャケット選びってめちゃくちゃ難しくなるんですね。ある程度ストレッチ感が効いていて、サイズ感もタイトすぎないものというのが結構がっちり体型の方とか、あとはぽっちゃり体型の方には似合いやすいんですが、まさにこのジャケットセットアップはがっちり体型の方にはすごい使いやすいんですね。まあ、素材的に非常にですねストレッチが効いていて、体のラインに沿ってしっかりとはまりやすいので、筋肉質の方にもすごく相性がいいのかなと思っています。そして色合いもすごく良くて、個人的にはこういったジャケットセットアップというのはネイビーがもうオーソドックスだと思うんですね。その次にはブラックが使い勝手がいいかなと思うんですが、このダークグレーというカラーがかなり良かったんですね。まあ、ネイビーのようなベーシックさがあるというよりは、都会的でシャープなダークグレーというところですごくね締まってかっこよかったんですよね。まあ、ネイビーに比べるとちょっとひねりもあるので、これすごく使い勝手がいいんですね。下に着るものに関しては白 T でもいいですし、あとは思い切ってブラックなんかの濃いようなものでも合うと思うし、あとはプリント T シャツなんかでも合うので、まあ、1着あれば様々な着こなしができるかなと思いますし、真冬はちょっと難しいかなと思うんですが、春夏秋ぐらいまでは使えるので、3シーズン対応したようなセットアップを作ることができるので、これはですねすごく1枚あると便利なのかなと思います。まあ、正直今はですねめちゃくちゃ暑そうに感じるかもしれないですが、レストランに食事に行くだとか、ちょっとこうイベントごとがあってきれいめな着こなしが必要だという時なんかには、やはり夏であってもセットアップは有効なので、まあこれ1着あると便利だと思います。本当にねジャケットなんですけども軽く羽織れるような作りになってまして、腕もですねたくし上げてしまうと
本当にねラフな感じで着こなせるので、かなりこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、在庫的には SM が今残っていまして、まあ、L と XL に関してもちょっと店舗の在庫を見ていただければゲットできる可能性もあるかなと思うので、まあ、ジャケット 40% オフはめちゃくちゃおすすめですし、ヒルナンデスジャケットとしてはぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、これまたジャケット着たいと思います。意外とですね、この時期に買っておくとめちゃくちゃありがたいのがジャケットという存在で、夏じゃないですか。なので基本的に皆さんは半袖のシャツとか T シャツとかそういったものをですね狙うかなと思うんですね。そういったものって意外とまだセールになってなかったりするので、それよりもですね春のアイテム、こういったところがですね結構大幅に安くなってたりするので、その点ですねジャケットだとか、あとはスラックスだとか、ビジカジからきれいめのカジュアルで使えるようなものっていうのがかなり安くなってますし、なおかつこういったものって春だけではなくて秋とかにも使えるので、本当に揃えておくと便利かなと思うので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいんですが、ご紹介したいのはストレッチ取り合わせ2つボタンジャケットストレッチということで、これがねなかなか良くてですね 40% オフになっていまして、17,600円のものが15,660円ということで、ジャケットとしてはかなりお買い得になってるんじゃないかなと思います。カラー展開いくつかあるんですが、個人的にお勧めしたいのはオリーブとベージュなんですね。このあたりのベーシックで使いやすいジャケットとなると、やはりネイビーはすでに持っている方は多いと思うんですね。ですのでちょっとずらして、せっかくセール価格になっているので、ベージュだとかオリーブのような少しクロート感があるような色味をですね揃えてみるのもいいんじゃないかなと思っています。まあ、例えばベージュっていうものを選んでみるとですね、結構セットアップするとそれなりに難しいんですよ。ベージュの上下となると結構人との違いが明確になりすぎてしまって、着慣れてない方であるとちょっと難しい感じはするんですが、ベージュのジャケットだけ使って下のボトムスはブラックで引き締めてしまえば意外と使い勝手はいいんですね。でベージュの中でもこのベージュすごく使いやすいようなクリーンなベージュになっていまして、今まで試したことがない方でもかなり合わせやすいような色味になってるんじゃないかなと思いますね。同じくですねオリーブに関しても結構ですね綺麗めに見えるようなオリーブで、やぼったさがなくて、まあ、見え方によってはグレーに見えるようなすごくですね綺麗な雰囲気のオリーブに仕上がっているので、これまたですね使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ベージュにしてもオリーブにしてもボトムスはやはりブラックで引き締めるというところが定石で、まあ、セットアップで買わなくても僕はこれジャケット単体でもいいんじゃないのかなと思ってます。このジャケットの下に着るカットソーに関しては僕は白 T なんかでいいと思っていまして、白 T にネイビージャケットだとこれまた鉄板なんですが、やはりちょっと既視感があって最近はですね定番すぎるので、あえてジャケットの色をベージュだとかオリーブに変えてあげて少し変化を見せてあげるというのがバランスがいいんじゃないのかなと思っています。価格もお手頃なので、ぜひ皆さんですねまだサイズはベージュ SML とありまして、オリーブの方もですね S から L、XL までありますので、この機会にチャンスなので、ぜひ皆さんもこの機会にチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、これもですね真夏向きのアイテムというよりは春だとか、あとはですね9月以降秋に使えるようなアイテムかなと思うんですが、ダブルパッチポケットバンドカラーシャツブルゾンですね。これが11,000円がですね 40% オフの6,600円ということで、これまたかなりお買い得になっていますね。ちょっと今すぐ使えるというものではないんですが、ただちょっと肌寒かったりしたら T シャツの上にさらりと羽織って腕まくりをしながら着てもいいんじゃないのかなと思いますね。秋なんかにも抜群に活躍するので、これはですね1枚持っておいて損がないかなと思いますね。まあ、いわゆるシャツアウター的なアイテムになっていまして、 T シャツの上にさらりと羽織るというような使い方が一番使い勝手がいいかなと思うんですね。胸ポケットが両方についていて、まあ、僕が今着てるものとめちゃくちゃ近いですね。で襟元がバンドカラーになっているというもの、僕はこの手のアイテムが大好きで、なんかね気軽に羽織るだけで適度な大人っぽさとか綺麗さも出せますし、様にもなりやすいんですね。このダブルポケットというところがシャツ単体というよりはアウター的な見え方をしてくれるので、その点もねバランスがいいかなと思うんですね。でカラー展開も結構豊富で、ネイビーとライトグレーとモカ3色ありまして、これ結構難しくてどれもいいんですよ。実物を見たことがあるので僕も知っているんですが、結構難しいですね。まあ、ライトグレーのようなものを選べば春夏っぽいですね
明るめの雰囲気を出すことができるので、これまた使い勝手がいいと思いますし、もう秋に着るという形で割り切るのであれば結構モカですよね。秋カラーなのでこれなんかはすごくいいなと思いますね。ダークグレーのボトムスなんかで合わせてもらうとすごくバランスがいいかなと思いますし、あとはネイビーもね結構深めの色味になっているので、まあ、今時期でもいいですし、これまた秋なんかに使いやすいので色選びがかなり難しいんですが、これめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。6000円台ではなかなか買えないような雰囲気なので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。まあ、素材はアセテート麻04ポリエステルの混紡ということで、麻、まあ、がミックスされているので適度なシワ感があってラフに羽織れるというところ。ただ麻 100% だと結構シワ感が強いんですが、そのあたりはですね他素材と混紡になっているのでそこまでシワ感は強く出ないかなと思います。ですので秋に着ても全く問題がないかなと思うので、ぜひ皆さんですね、これから真夏に突入するわけなんですが、秋を見越した上でですねこういったアイテムもぜひ検討していただければなと思っています。はい、続いて6点目のアイテムですね。この辺りから小物に移りたいなと思ってるんですが、別注のジャランスリーワイヤーのペニーローファーのですね、これネイビーですね。35,200 円が定価なんですが、これが 30% オフになりまして 24,640 円ということでね、これはめちゃくちゃおすすめですね。綺麗めのローファーっていろんなシーンで使えると思うんですよ。もちろんビジネスカジュアルでセットアップに合わせていただいてもいいと思いますし、あとはそれをですね綺麗めなカジュアルとして転換させて、セットアップに対して中 T シャツとかで足元はローファーというスタイルはすごく使いやすくて、ちょっとデートの着こなしだとかいいレストランに食事をするときなんかにこういった足元をですねレザースニーカーでも悪くはないんですが、もう定番的なこういったローファーを履くことですごく上品なまとまり方をしてくれるかなと思うんですね。でこのようなローファーというのは今夏時期であれば素足風のですねソックスで履いてもいいと思いますし、秋冬であれば白系のソックスだとかもうブラックのソックスで綺麗に履いてもいいと思うんですが、まあ、1年間ずっと使えるようなアイテムなので季節感がないので、これはですね使い勝手めちゃくちゃいいなと思います。でもう一番大事なところなんですが、ジャランスリワヤにですね別注をかけているんですね。まあ、グリーンレーベルとジャランスリワヤは結構付き合いが長いと思うんですね。結構前からグリーンレーベルの店舗ではですねジャランスリワヤのですね取り扱いがあったんですが、この別注ということで今回はですねブラックではなくて結構深めのネイビーになっているというところがポイントかなと思います。ブラックだと結構ビジネス感が強いんですが、このようなダークネイビーにすることで少し明るさが出てカジュアルシーンでも使いやすいかなと思います。でネイビーの中でも比較的色が濃いめになっているのでビジネスシーンで使っても違和感がないというところ、このあたりの絶妙な色合いというところがすごくですね魅力的なのかなと思っています。でソールに関しても革底ではなくてしっかりと上半分はゴム底になっているので急な雨が降っても滑らない、これも重要だと思うんですね。結構ですね前面が革底のソールって僕はですね個人的には滑るのであんまり得意じゃないんですよ。そのあたりがちゃんとゴム底になっているのも嬉しいポイントかなと思いますし、ジャランスリワヤの作りの良さっていうところをですね2万円台で体感できるというのはめちゃくちゃありがたいなと思ってまして、なんでだろうな、結構サイズが残ってるんですよ。38からありまして43まで結構幅広くあるんですが、42以外はまだ在庫があるのでこれはですね要チェックだなと思います。別注版だからこそセール価格になってるかなと思うんですが、これは今回のですねセール商品の中でも個人的には目玉だと思ってるのでぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいんですが、スタッフの方の着用例がめちゃくちゃ多いんですね。これって結構物を選ぶ時の一つの指針になるんですが、まあ、おしゃれが大好きなショップスタッフの方がこぞって履いてるものってやっぱり良品なんですよ。その点ジャランスリワヤの作りの良さというのはもうファッション業界の方であれば誰もが知っているところであり、なおかつデザイン的にベーシックで長年使えるというところ、そしてそこに別注というところの付加価値がついていてダークネイビーなので使い勝手もいいということで、かなりスタッフの方の着用例も多いのでそのあたりも見ながらですねぜひ皆さんも日頃の着こなしの中に使っていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目なんですが、これまた靴皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今年なんといってもですね欠かせないサンダルとして皆さんにご紹介よくしています
グルカサンダルですね。これセールになっているものがあって、僕もですねこれは実物を見ていてすごくいいなと思うのでご紹介してみたいなと思います。別注のジャック・ソロビエールのですねグルカサンダルということで、価格はですねこれ 28,600 円のものが 30% オフで22,000円ということでね、かなりですね買いやすい価格帯になってるかなと思っています。まあ、グルカサンダルって本当に様々なブランドから出ていて、安いものはね本革じゃないものだったら1万円を切るものも少なくないんですが、やはり大人の男性であればしっかりとした素材感のもの、作りのいいものを一足持っておくのは、まあ、間違いがないかなと思うんですね。グルカサンダル今年のトレンドではあるんですが、これ昨日今日始まったものではなくて、数年前から緩やかにトレンドが起こり始めて、この流れっていうのは今最高潮になっているというわけではなくて、来年以降も続くかなと思ってるんですね。徐々にトレンド性が強くなってきて山を迎えて、だん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 下っていくというサイクルをですね、まあ、繰り返していくというのがトレンドなんですが、このグルカサンダルの流行というのはですねまだ数年は続くかなと思うので、ちょっと質のいいものを揃えておくというのは僕はいいんじゃないのかなと思っています。こちらも別注をかけているものになっていまして、カラー展開2色ですね。まあ、定番で言うとブラックが使いやすいかなと思うんですが、なかなかこのベージュもいいんですよね。残念ながらサイズがねほとんどないというところがちょっと惜しいところではあるんですが、僕が今見てる画面では25センチ相当のものがまだ在庫がありますね。ブラックは表側になっているんですが、ベージュに関してはですねこれスウェードになっているので、ちょっとこなれた感じが出るのと、肌なじみが良くて人との違いも出しやすいですよね。ベージュの中でもちょっとグレージュっぽいような色合いがすごく良くて、なおかつこれクレープソールになっていまして、この2つの相性も含めてなかなかバランスがいいのかなと思っています。ひょっとしたらお店にはまだ在庫があるかもしれないので、そのあたりはぜひ皆さんにですねチェックをしていただきたいなと思うんですね。今ちょっと楽天のサイトから見てるんですが、まだ店舗には在庫ありそうなので、ベージュにしろブラックにしろですねオンラインだけではなくて、気になった方は店舗でも聞いていただきたいなと思うんですが、ベージュはこなれ感があって中級者以上の方におすすめで、ブラックに関しては本当に初級編としても使いやすいようなものになっているので、ぜひね皆さんチェックしていただきたいなと思います。アッパーのレザー部分ですが、このこう紐状になっている部分ですね、ここの面積が太すぎても結構ですねボテッとして見えてしまうし、細すぎるとちょっと華奢すぎて女の子っぽく見えてしまうんですよね。その分ですねこの太さがもう本当にバランスが良くて、これはね使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、別注版ということで来年以降は出ないという特別感もありますし、さまざまなスタイルにも使いやすいんですね。例えばリネンシャツと合わせてもいいと思いますし、先ほどご紹介したようなキューバシャツの半袖のものと合わせてもすごくバランスがいいかなと思うので、このグルカサンダルはですねぜひ皆さん、値段もお手頃になっていて質もいいのでチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではグリーンレベルの夏のセールの中から7点に限定しまして、おすすめのアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。結構ですねサイトの方しっかりと見まして、もう厳選して選んだので、このあたりに関しては今年だけではなくて来年以降も含めて使っていただけるかなと思うので、ぜひオンラインだけではなくて店舗で試着をしながらチェックをしていただければなというふうに思っています。今動画を撮影しているのが7月18日なので、ちょっとですね動画公開までに在庫状況は変わってしまったりだとか、動画をですね公開すると結構早い勢いでなくなってしまうと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、このようなセール情報って僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でリアルタイムでどんどん解説をしてるんですね。今回はグリーンレベルの商品をお伝えしていますが、結構その他のショップのセール情報もどんどん出してるので、気になる方はですね概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またなかなか動画を長い時間見れないという方はですね、オンラインサロンをですね僕は運営をしていまして、そちらは画像と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をだいたい一記事ですね1分程度で読めるような分量でどんどん出しているので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。